ニー・ウマルクト広場前門や計測所だった建物はカフェ、レストランとなっている。ニー・ウマルクト駅と内観ニー・ウマルクト広場はオランダの首都アムステルダム中心部にある広場。周辺地区はニー・ウマルクト地区として知られている。広場はアムステルダムのチャイナタウンとその隣のデワレンに位置する。20以上のカフェとコーヒーショップが広場に面する。広場では 毎日のマーケットに加え、夏の土曜日には、食品市場、日曜日にはアンティーク、本の市場が開かれる。ニー・ウマルクト広場には、計量所として知られる建物が建っており、もともと中世の外壁の門だったが、壁が17世紀に壊された後、計量所へ転換した。計量所の周りの運河が1614年に、完成した時、この広場も作られ、市場として使われた。 第二次世界大戦中には、広場はナチスによって強制収容所へ送られたユダヤ人の召集場所となった。1970年代、広場周辺の多くの建物が地下鉄やニー・ウマルクト地区を通って右へ走るハイウェイの計画のために沈退した。これは1975年に激しい暴動を起こすことにつながり、結局ハイウェイの計画は放棄された。しかし、 地下鉄は建設され、ニー・ウマルクト駅はアムステルダムメトロの駅となっている。ありがとうございます。